朝早く草を取りに行って馬にこう与えるわけですよ。で帰ったらこう隣同士ですから大変だったっていうことだったんですね。それで大変だったなって言ったら、まあ熊本じゃ主がやったろうがって言うお前がやったろうっていうことで、そんな冗談じゃないって言って名前ともあれしないけど、でまあその人がまあ太陽金山ってありますよね、大分に。そこに勤めてたんですよ。やられた人ね、やられた人で被害者の方が。それでその人は持ってたんじゃないかということなんですよね。で辻岡なんか先に ダイナマイトつけて、花火代わりに、あれは圧力がないと、まあ炭鉱なんかもそうですけど、穴掘って外に岩盤みたいなのあるからバーンってなるけど、何もないとポシャッと大したことないらしいんですよね。それでうまくいかないから、おそらくそのまま置いてたんじゃないですか。でそれがまあ少し、ほら、例えば糸一本ぐらいの火が残ってたのが夜中の2時頃 こうなったんじゃないか。それでまあ小学生の子供と、まあその人全治2日っていうね、全治2日。それであれが恨みのってやったということで、とにかく警察に連れて行かれて、刑務所の中に、ハンセン病、今は立派な刑務所になったんですけど、その後ね、外にね、熊本の刑務所のと裁判所のね、拘置所があったんですよ。そこへ入れられるんですよね。そしたら裏木戸が開いてたもんですから、洗濯かなんか自分でやるんですよね。他にいないんですか、そんなに。まあ泥棒で入ってる人はいたんですよね。それでお母さんに何の話もしてきてないんですね、財産のことも何も。それで裏木戸開いてたから逃げ出すんですよ。で逃げ出してうちのそばまで行ったら、いっぱい警察官とかがいるもんだから、これは俺逃げ出したから捕まえに来てんなと思って、町をさまよったりね、町で山の中をさまよったりしながら、たらおばさんのうちに、遠くのですね、そこから遠いところのおばさんのうちに夜中に逃げ込むんですよ。で、とにかく飯ば食わしてくれって、ずぶ濡れになってきましたもんって。それでまあ食いますもなんもって言うんですね、食べますも食べますもって言うんですね。それで 落ち着いたところで私が頼みましたって、その人が殺されたんですね。その時彼が逃げ出していると殺されたんですよね。25、6箇所の3箇所を浴びて殺されたんで、それもやったっていうことになってるわけです。そしたら本人は知らないんですよ。ラジオもまだどっちかというとガーガー言う時代ですね。あんま聞き取れない時代。新聞もね、私のところは20個ぐらいの集落なんですね。新聞取ってるのは何件あったんですよ。3件ぐらいしかなかった。まあそういうことで知らないんですね。そしたらまあとにかくあの人が殺されたということはそこで聞いたの。それでまあとにかく食わして落ち着いたところで、うちにいたということは絶対言わんでくれって頼まれてるんですよ。ああ、もう娘や息子のね、嫁取り婿取りに困るから、あんたと親戚と分かると言わんでくれっていうか、その人に言わなかったですよね。それでまあ農具を置いてる小屋があるんですよね。そこへ隠れてる時、警察官を追い出されて、待てって言われたけど、止まってこうやったとしてもババーンとピストル撃たれて、ここをもう貫通してるんですね。でお母さんと妹さんが駆けつけていって、こうやっていってきたけど、そのまんまいて、まあ死刑が言い渡される。この一番今問題になってるのは、裁判所に入れないで
経府園の中でやったんですよ。屋内でやった、屋外でやったして、であとは刑務所が出たからそこでもやってる。傍聴人は全然いないんです。最初の時はいたんですよね、あの最初の事件の時は。あのその次の殺人事件の時はもう誰もいないところでやって、死刑を言い渡されたんですね。これはいわゆる特別法廷。そうです、そうです。日本の法律の中で裁かれるというか、裁判を経なくて中でやってた。そう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 。なんかそのまあ自治会の人に聞いたんですけど、裁判所法があって重い伝染病にあるものは裁判所に入れちゃいけないみたいな法律があるんじゃないかなっていうなんか、これ定かじゃないですよ。そういう話は聞いたこと。それでまあ、あの最初の時か2番目の時か、裁判官で出てきた時、お母さんを見つけてね、俺やっとらんけんなっていうわけですよ。やってないっていうことを盛んにまあ叫んでいったって。それがとっても耳をつんざくように今も残ってるって。まあ、前自治会長一番救う会やってらっしゃった方は亡くなられたんですけど、もう私もまあ正面からというのかね、裏からというのか、あのちょうど25の時助監督でしたけど、あの抗議集会を警府園の中であるからということで帰ったんですよ。その時そのまあ亡くなられた方ですか、マスさんって言って、その人から聞いた。それから映画になんかしたいですねって言ってたけど、非常に難しいもんですからね、25ぐらいじゃね、分かってるつもりでは分かってる、やっぱり命の重さっていうのは分からないとね、理屈じゃないですから。まあそういうことで結局その人そのままで、非常にこうまあ私はハンセン病ゆえに差別と偏見で殺されたと思ってるんですね。でそれ実際そのあの裁判官とかそういう放送関係の人とか警察官とかそういう人たちが実際はやったでしょうけど、それを後押したのは我々じゃないか、一般、まあ、市民国民じゃないかなというふうに思うわけですね、私はね。それでまあ あんまり裁判のもちろんそういうのは出てますよ、あの報告書みたいな。そういうのよりやっぱりいろんな聞きずって聞いたことを主体的にまあ描いていったつもりですけどね。裁判劇なんていうのはもう形通りになってしまいますからね。監督、この作品、はい、一番最初のこの厚い壁を作られた時って監督何歳の頃？まあ29歳、はい、か30になってましたけどね。この時はその熊本 の, このお知り合いとか周辺の方がよくいただいて、まあ学校の先生と、当時のこの厚い壁と、あの賛成した人たちですね、入れていいって。ほとんどが9割以上、9割以上の人が反対だったんですよ。そうなんです。雷病の子は入れるなっていうことで、親は病気でも子の子たちは健康体なんですよ。それでも入れるなっていうことで、入ってきたらしいんですよ。で当時賛成した人の子供とか、はい、学校の先生たちの子供とかを、はい、その人子たちのクラスにして、はい、そしたらいつの間にかいなくなっちゃいましたよって言ってましたね。今学園大ってあるけど、そこの学長さんが自分のうちに引き取るということで、はい、辰田寮って言ったんですけどね、その寮があると逆に、ね、あの差別の砦になるということでやめちゃったんですよ。で一般の養護施設にね、はい、みんなバラバラで行ったんですよね。お子さんたちが入られてる、入所者の方のお子さんたちが入られてる寮が辰田寮、ね、そうそうそう。そこがまあもともとがほらリデルさんとライトさんの海春病院という病院だったんで、はい、今リデルライト記念の老人ホームになってますけどね。はい、リデルライトさんはイギリスの方で、そうです、熊本に来られて、ハンセン病の患者さんたちの、まあ、ケアをされた、はい、そうですね。だから
まあそこから例えば青木慶斎さんとかいう沖縄まで行って今名護の療養所を作られたんですね。あれは国立じゃなくて患者立だなんて言っている人もいますくらいね。だから何だろう、宗教の力ってすごいですよね。やっぱたまたまその今ローマ法をおいでになってるけど、まあ何でしたっけ、インドで活躍されたシスターのマザー・テレサとかね、それから熊本、最初にカトリック病院できたのは、まあ、御殿場ですけどね、熊本もあるんですよ。海春病院より2年ぐらい遅れて、25歳の若いシスターたちがね、はい、5人かな、あれどこだったかな、ポーランドかな、どっかあっちの方から来てですね、はい、タイロインっていうハンセン病の療養所作ってるんですよ。そういう意味では本当に、まあ、監督も20代の時に、大学生の時にまずその厚い壁の作品を作られて、で29歳のまあ若者の時にこう作られた作品ということで、本当にそのこのハンセン病にも若者がの力で、まあ、ある意味全国に知らしめたっていうところがあるんですね。いやどうでしょうかね、まあとにかく今取り組んでる、まあ、私より下の監督さんたちが、いやー40年前にもこんなことやってる人いると思いませんでしたよって言った、まあ人もいましたけどね。いやたまたまそこ生まれたっていうことがね。そしたら林先生、力先生ね、まあ、あの人はお父さんがハンセン病だったということで、まあそういうことも含めてまあ、動画教育、人権教育、福岡で始められて、たまたまね、熊本で、大体福岡に遅れることを2、3年して、熊本がそういう運動ある。で菊池温泉町のところで会った時、ちょうどこれ、厚い壁作る頃だったんですね。で、基調公園に林先生がおいでになってね、今見たらもう、尺度色したね、もう、すごいエネルギッシュな方だなと。それで私訴えろって言って、解放同盟の委員長が言われるから、こういう映画作るけどお願いしますって言って、まあ